さあ行くぞ。どうもフルカナッツマモです。皆さんお楽しみのフルカナッツクックやっていきましょう。今回使うのがこれ、皆さんおなじみマダイ。今回ね、これ釣りに行ったわけじゃなくてもらったんですわ。また魚の提供がすんごいんだ。これを使って今日はマダイのカルパッチョと炊き込みご飯作っていきます。それでは参りましょう。レッツ、さあ行くぞ。じゃあ実際に作っていきましょう。これね、もう内臓とかこれ全部きれいに取って、で1週間4日ぐらいかな、冷蔵庫でちょっと寝かして、今鱗がついてるから鱗を取っていきます。レッツゴー。さあ今鱗をきれいに取りました。これね、取りにくいね。きれいに取らないとご飯に入った時になんか違和感なのかね。じゃあさばいていきます。まあでもいつも通りこう切って、え、こう切る、でもこっち、最近全然釣りに行けてないから、でもこうやって釣りに行く人が魚を提供してくれるので、ありがたいんですよね。ありがたい。でこれは後から割っていくので、まずこれ三枚に下ろします。いつも通り。今回はどこで釣った魚かな、あれなのかな、道なんかとかかな。ポン、うらゴー、ピッ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 、ね、こんな感じで。次裏、これはねこういっちゃうんだよね。マダイって言ったらさ、俺はあんまり料理何なのかな、その煮付け、炊き込みご飯、カルパッチョでしょって、カルパッチョがあんでしょって、こんな感じ。ここね、すっげえトゲがあるから気をつけた方がいい。ここすっげえトゲがあるから最初にハサミで切ってもいいぐらいやね。買ってから、ほら包丁持つとかやっぱりね、お母さんと一緒がいいかもしれない。はい、じゃあこれは大きいからちょっとちっちゃめに切っちゃう。はい、これ3つ。そしたら次この腹骨ついていきます。最近は暑いけどどうかな、皆様どうですかね。そういう話題も振っていきつつ、はい、一応ね、最近はそのランク上がった料理動画を見てもらえば分かるけど、滑舌が悪くて言葉が早い。滑舌はあんま言われたことなかったんやけど、動画で見たら思うわ。あー、もうこんな聞き取りにいいのなんのって。はい、これ3枚おろしできました。で1匹はカルパッチョで、この1匹を炊き込みご飯にします。炊き込みご飯用は中骨のところでもう切っちゃう。うん、これ切っちゃう、ね、で次これを切っていくんだけど、この釜は最初に取って、釜取る。でこれ半分に割りたいんだけど、頭どうやって割んの。これはね、もう普通に開いていけると思う、ちっちゃいから。こうやって潰すんだよ。こうやって潰して、こっちから歯からこう入れる。で裏を開いてここから入れる。ゆっくりゆっくり、もう確実に確実に確実にゆっくりゆっくりやっていく。危ないからこういうのね。こうやって半分に。左かなこれが。いや、炊き込みは作っていく前に、やっぱ魚って独特の臭さがあるから、最初火を入れます。ここをちょっと焦がして香ばしい匂いつけて、そのままご飯の中に入れたら、うん、めんだ。ちょっと火を入れていきます。はい、じゃあこれまず焼いていきます。もう油を敷いて、熱したフライパンに油を敷いて入れていく。それだけ。必ずね、皮目の方からね、皮目の方からちょっと焦げるぐらい。あ、もううまそう。これは別に火を通すのは臭みを取るためだから、ちゃんと焼くっすよね。まあ、焼いてもいいんだけど。
こんなもんでいいでしょう。こんなもんでいい。はい、じゃあすっごいうまそうなのができたからちょっとだけ食べてみていい？スタンディングオベーション、スタンディングオベーション、うまい。で、これに米を用意しないといけないんだけど、米はね、洗ったのがこちらにあります。やってみたかったやつ。これにね、まずはさ、臭み取りで料理酒だいたいね、こんなもん、醤油、こんなもんね。これがあんまりちょっとお店じゃ売ってないんだけど、だし紫、これをまあこんなもんか。塩、これこれアルペンザルツ、うまいから。違うよこれ、他の塩と全然違うよ。塩、塩はこんなもんで、これにマダイ入れていきます。入れるでしょ、全部入れちゃう。こんな感じで、で、この中にお水、お水を、こんなもんで、ここで終わると思ったでしょ。塩がこれでないと臭みが取れないからね。はい、切りました。これを入れて、生姜も大好きなんだから俺。これをいい、はい、これを炊き込みね。メニュー炊き込み、この黄色い、よし、ちょっとできるんだ。はい、じゃあ今炊き込みご飯を作ってる間に次カルパッチョ、カルパッチョ作っていきます。まずは野菜ね、これね、サラダ用の玉ねぎがあったからこれ切っていきます。これはまた水にちょっとつけときます。次はタレを作ります。まずはオリーブオイルを、どんぐらいかな、このぐらい。次レモン、どんぐらいっちゃおうか。前回もやったよね、落とし穴見てないことして、ちょっと強めにいくよ。レモン、これを完全に乳化させます。中のやな。そしたら大葉を切っていきます。細かく、で、この中にタレの完成。はい、じゃあ次はいよいよ魚を切っていきます。まずね、この中骨はもう切っちゃう、ここに切っちゃう。そしたらまずは捨てる部分ね、捨てさ、ここもどうすんの、食べちゃうよ。玉ねぎも全体的に、全体的に入れて、で、大葉2枚、はい、で、混ぜますね。はい、最後にこのちょっとデカめのレモンを横に添えて、みたいして、で、タレ、OK でしょ。そしたら、ここ最後に最後に塩、こんぐらい。これでカルパッチョの完成。こんな感じ、ね、じゃあ、炊き込みご飯ができるまで待ちます。
というわけで完成しました。今回はマダイの炊き込みご飯とマダイのカルパッチョ、ちょっと食べていこうと思います。あ、その前にこれなんですよ、これなんですよね、楽しみがね、これ今だから音がいい、すいません、いただきます。カルパッチョから、これと一緒に行こうか、いただきます。あー、最後に仕上げたのが一番いいね。大葉のこの風味とレモンがいい感じにこうマダイに合ってる感じがする。ちょっとご飯の方もいただきます。いただきます。ちょうどいい。うん、あのマダイの臭さを焼いたことによって取れてるから、マダイの臭さが残らずに旨味だけ凝縮されてる感じ。生姜もね、なんかすごい美味しい。生姜の香りとマダイの香りと出汁の風味と全部合わさって、何点だろう、100点で、すいません。というわけで、マダイの炊き込みご飯とカルパッチョ、ごちそうさまでした。やっぱね、肝となるのはまず鱗をしっかり取ることと焼くこと。頭も炊いてうめえから、出汁入れたら作ってみてください。で、カルパッチョは今回ちょっとトマトなかったけど、トマト入れたりとか、オリーブオイルとレモンをしっかり乳化させるとか、そういうのをしたらもう間違いないから、大葉も間違いないから、どんな魚でも合うと思います。それではぜひ魚が手に入った時とか、スーパーに行った時やってみてください。それでは次回のところでお会いしましょう。バイバイ。